チース。どうも。誰も知らない、カリウドです。今回はこんな妙竹林な格好をしていますが、まあ、イビルジョー君を、どうしてもね、歴戦のね、出ましたね。歴戦のイビルジョー君、どうしても勝てないっていう人のための動画を、今回撮っていこうかなというわけです。まあ、もう見てわかる人にはお気づきの通り、この通り、ガード性能5、体力増強3、ガード強化。ぶっちゃけこの3つ。この3つがあったら、あとは、攻撃力を詰め込んでください。はい。そして、余裕がある人は、私のように、この、命脈を発動させて超回復力で回復する。さあ、最強スキル、ガード性能の力を。ちなみに防御力は、たったの365。はっきり言って歴戦。イビルジョーさんにこれ挑むとね、即死ですね。即死だ。だけど大丈夫。安全に戦うことによって、必ず倒すことができる。見ててください。はい、どうも、やってきましたよ。ジョー先輩の、おうち。やってきましたね。皆さん、ここで、まず、食事をとります。これ、とても大事なことですね。で、攻撃力台を取っていきましょう。どうせ死ぬときは一瞬です。そして、ジョー先輩のそばに来た場合は、すぐに達人を使いましょう。そして、そのまま足を、突き。ちょっと待って。あ、先輩無視しないでください。はい、そうですね、この通り。あとは R2 ボタンを押し込むだけ。1回2回3回、危ない。今非常に危険なデンジャーな行為をしてしまいましたね。3回つく、おっと、ここでデンジャー2。ジャグラスがあの引き寄せられてきます。食べられに来ます。魔族なのでジャグラスさんね、そうなった場合は隠れましょうじゃ、逃げましょう。もうとにかく離れましょう。危険です。この通り。何してるんですかね。危なーい。挨拶代わりだ。この通り、あのジャグラスさんをね、加えた場合は、まあ今ちょっと私無茶をしましたけども、マップから移動しましょう。そして待ちましょう。あのジャグラスを持ったこのジョー先輩が一番危険です。あとは2回ついて防御、2回ついて防御ですね。いった。ダメージでっけ。気をつけましょうね。で、この時こうなっても自分のガード性能を信じてください。絶対に大丈夫。そして2回、ないしもしくは1回攻撃したら様子を見ましょう。怒っている状態は硬いと思われがちですけども、胸の部分をつくとね、40ダメージから50ダメージの大ダメージが与えられますんでね、そこをうまく狙っていきましょう。こうなった時も油断しない。そろそろ立ち上がるなと思ったらしっかりガードしましょうね。危険ですよ。こうなった時は足を狙っていきましょうね。で、足を殴ってさっさと怒らせるところ、怒らせたいところ。このように一瞬の隙が命取りになります。とにかく足を狙っていきましょう。無理をせず、敵の攻撃はねゆっくりなように見えて、そんなに実はね変わってないんですね、赤い時とね。なんで油断せずに
連続攻撃がないのである程度比較的攻撃しやすいですけども、油断せずに足を狙っていく、足を弱らせて、そして赤くなった時はカウンターのチャンス、敵の動きをよーく見て攻撃できる時だけ攻撃していく。大きい、こういう動きは大きくていいですね。あ、白くなりましたよ。この攻撃が終わった後、こいつはもう攻撃できませんので、バンバン殴っておきましょう。届きません。ここで緑色になってしまいましたけども、決して焦らない。緑色になったって攻撃力がね、十何パーセント下がるだけですからね。心眼とかなくてもバスバス刺さりますので、やることは変わらない。どうです、歴戦さん、ガード性能5の性能は、他のスキルを全て捨てても、この能力値、君には手も足も出ないな。防御力360ぐらいの適当な装備にやられる気分はどうですか？どうですかね。とうとう弱っちゃいましたね。だいぶ時間がかかったような気がしますね。だけど勝ちは勝ちだ。さあ、イービル先輩、最後まで戦いましょうか。あなたを捕獲してしまってもいいんですけどね。あくまでこれはあなたを討伐する動画だ。どうだ、防御力300、適当にカジュアル作ってきて、カスタマイズもしていない武器に倒される気分はどうだ。バイ、さよならの時かな。じゃあ硬かったですね、先輩、ほんと。先輩落ちてきた、びっくりした。いって、先輩の奇襲だ。先輩捕まっちゃいましたね。先輩、僕のブレスも食らってください。もうちょっとしぶとくないですかね。結構殴ってますけど、また弱ってから捕らえとけばよかったかな。はい、あー疲れた長かったなはい、先輩討伐完了。はい、というわけでいかがでしたか。改めて装備を紹介していくと、ガード性能プラス5、体力増強、フルチャージ、攻撃見切り、弱点特攻、不屈にガード強化と。まあ、この装備じゃなくてもね、全然いけちゃう装備なんですけども、この通り、武器はまあこれ切れ味の長いね、しかも竜属性の、消滅の種火ですか。で、ウルズヘルムベータ、バゼルメイルベータ、ウルズアームベータ、ウルズコイルベータ、ガンキングリブと非常にわかりやすく手に入りやすい装備になっております。で、攻撃力アップとなるに、通撃の碁石を、碁石をつけて、達人持って、隠れ身持ってということですね。まあ、もっと、槍とか、槍でもね、ランスでもね、同じような構成で、もっと早く楽に押せる人もいるかもしれませんし、逆に砲撃に慣れてる人だったら、砲術つけて、防御無視でバンバン削っちゃうのもいいかもしれませんし、とにかく、ガード性能をレベル5にしておくと、こんだけ敵の攻撃が防げますよと、そういうわけで、最強のスキル、ガード性能レベル5、いかがでしたか？というわけで、See you again!